こんにちは、ぼーです。本日は鹿児島帰る前に駆け込みで行きたかったところ行こうよ第4弾ということで、中洲川端にあるその辺に行ってきました。この店、いろんなサイトを福岡ランチで漁っていると大体出てくるお店なんですよ。店も特に便利なところにあるわけではないので、きっと超うまいんだろうなって勝手に思ってたんですが、ここも今週行かないと一周行けないと焦って予約しました。予約自体は先週の金曜日に取ったんですが、なんとか入ることができました。お一人様でも入れてくれるお店みたいです。場所は中洲川端から徒歩7分のところにあります。というか、この通り帰りにいろいろ散策しながら帰ったんですが、いろんなおしゃれなお店がいっぱいありました。この辺はオフィス街の一角にあるオアシスみたいな場所で、若者が好きそうなオープンテラスのおにぎり屋さんとかってすごい気になりました。行こうと思うのですが、遅すぎましたね。かなり川返しています。さて、店に着いたのはオープン2分前、すぐ入ることができました。そしてすぐさま注文。メニューはワンプレートランチ一択です。五穀米を海鮮丼またはローストビーフ丼に変更するとプラス500円で食べられます。私この店ついてびっくりしたんですけど、ワンプレートランチが1500円でご飯を変更したらプラス500円、2000円だと思ってたんですが違いました。12種類の小鉢がついた雑穀ご飯のランチが1000円で、海鮮丼またはローストビーフ丼に変更すると1500円になるらしいです。安すぎるということで、びっくりしながら海鮮丼に変更しました。料理は海鮮丼を作る以外全部出来上がっているので、注文すると2分後には料理が到着します。見ての通り色鮮やかな小鉢が並んでます。小鉢は野菜ベースのものが多いのでとっても健康的です。どれから食べるか目移りしてしまいます。どれ食べても美味しくて、本当の私の理想の夜ご飯作りたい食事でした。ただ12種類もおかず作るのって超めんどくさくてできないんですよね。今後はこれを見習いながら作りたいと思いました。学んだことは、小鉢に肉を入れなくても十分満足したご飯になるっていうこと。ご飯の上にメインディッシュを乗せるだけで十分。色鮮やかな食材を使うと食事がさらに美味しくなるってことですね。マジで学びの多い店でした。今度は一人で行けないからどうやって行こうかな。すぐにでも行きたいです。あとこのお店の周辺のお店もマジで行きたいです。では